使った寝室をまた使うなんて、5歳から使ってた部屋よ。こうしてまた一緒、サークルオブライフね。あー、ほら、シンバだ。ほら、タナルータ来たわね、私の坊や。今のうち楽しまなきゃね。気づいたらあれよ。はい、ママ。食べる前に大切なことを一言言いたい。相変わらずみんなイケてる。大丈夫よ、ママがいるからね。今日はあんまり辛くて、なんせ3人の息子たちは私が頼りでしょ。初めてママとあなたたちだけになっちゃう。ねえみんな、お願い、座って、私の話を聞いて。みんなはもう十分やった。スケジュールを整理してお姉ちゃんと一緒に住む。ステーフ、私が必要でしょ。私のこともね、私も一緒に暮らすよ。君、そんな必要ないから。そこは賛成、一緒に暮らすことないから。ママ、リージェンチの男の子たちと一緒の家なんて最悪。昔からこの日を夢見てた。よろしく我が家。ストップ、ハムタイム。90年代で止まっちゃってる。私のダンスは最先端だよ。チョベリグー、フィーバー、ぶっ飛び、イカしてる。私決まったね。スティーブってば DJ に夢中でサンドイッチも気づかない。3、2、1。ねえ、そのサンドイッチいらないの。口癖が出なかったな。たまに。違う。超ムカつく。カットしてちょうだい。じゃあ我々もまた。DJ、クラブに行くんでしょ。これスカートを下に引っ張るべき、それともこっちを上げる。何かお困りですか。留守番してる子供たちが心配で。ミシェルに電話しよう。ニューヨークは朝の5時だよ。ああ、留守電だ。オッ